セタカガメ属は、カメモクイシガメ科に属する属。モシキ種はニシキセタカガメ。インド、ネパール、バングラデシュ、ミャンマー最大種はビルマセタカガメで、最大高五58センチメートル。最小種はオオセタカガメで、最大高四48センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。 和名や英名の由来は主に本属から分割された小型セタ鏡属の形態で本属の構成種は背光が扁平で第 2C パ板が最も高い背光は上から見ると中央部より後方で最も幅が広くなる細長い卵型 C パ板とあばらパ板に不明瞭かつ断続的な筋状の盛り上がりがあるが 老齢個体では消失することもある。第3、ンパン後端と第4、ンパン前端は幅広く接する。廃校と腹復興の継き目は大型。復興は大型で細長く、左右の肝パンの間には深い切れ込みが入る。粉炭は突出し、上顎の先端はへこみその両脇が突出し牙状になる。上顎を覆う角質は、のこぎり状に尖る。 後頭部は細かい鱗で覆われる。死は頑丈で、指跡の間には水かきが発達する。前肢の爪がある指は5本。オスは、交換板の間に入る切れ込みが浅くて幅広い。また、尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排出口全体が、背甲の外側にある。メスは、交換板の間に入る切れ込みが深くて狭い。また、 尾が細くて短く、尾をまっすぐに伸ばしても、相排節口の一部が廃校よりも内側にある。以前は、大型種3種から構成されるセタカガメア族、小型種から構成される4種小型セタカガメア族の2、ア族を含む、計7種で構成されていた。しかし形態や分子系統学の研究から、セタカガメア族は、石ガメ家内では、カラグールガメ族やバタグールガメ族とより近縁で、 関係等群を形成すると考えられている。そのため、小型セタカガメア族を独立した族として分割し、セタカガメア族に含まれていた三種のみで本族を構成する説が有力である。流れが速く水深の深い大規模な河川や湖などに生息する。植生は植物食。養体は雑食傾向が強いが、成長に伴いほぼ完全な植物食になる。 繁殖形態は乱生。俗名、カチュガ及び西木瀬セタカガメの種小名カチュガは、ヒンディー語でカメを指す、カチュアやヒンドゥスターニー語で同じくカメを指す、コチョバに由来する。生息地では、卵も含めて、食用とされる。食用の乱獲と開発による、生息地の破壊により、生息数は激減している。2002年に俗単位で、 ワシントン条約付属書通類に掲載されている。ペット用としても飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量は非常に少ないか、流通例がない。以前は輸送状態が悪かったためすぐに命を落としてしまう。個体が多かった。アクアリウムで飼育される。大型のケージが用意できない場合は、一般家庭での飼育には向かない。 水質の悪化に弱く皮膚病を患いやすいため、水質が清涼かつ安定した状態を維持する必要がある。流木やレンガ、市販の水生亀専用のプラスチック製の浮島などで陸地を用意し、屋内で飼育する場合は、局所的で水に強い暖房器具などで、皮膚や甲羅を乾かすことのできる環境を作る必要がある。飼育下では、人工飼料や乾燥飼料にもえずくが、 成長に伴いば野菜や水草、植物質が多く含まれる、干渉魚用の人工飼料などを与えて、植物質を摂取する割合を増やすようにする。ありがとうございます。